ェイズができるだけの人はすごいと思わないです。デッドバイセンスっていうのは俺の方がず抜けてるから。絶対俺が上回ってる。デッドバイセンスってのは、発電機関連のことを考えながら発電機回す、救助をする、チェイスをするっていう。このラッキーチャンス生かさないと。発電機は回ってなかったということ。さっきのフリーで来なかったっていう。簡単はサボっていたせいで。キラーはね、他の人を狙った方がいいよ。それは大事、村人はもう時間の関係上無駄だと判断するから。面白くないゲームにしてあげるけど、私は究極の武器を使うけどね。そのキラーを大事村人にしたら許さないからね。ただし発電機が回ってるならいいですけど、あっち戦に序盤から見えないんだったらいいんじゃない、別にやっても。だいぶ回そう。発電機探すよりは、ホワイトが狙われる前に。ドキャンでチーム壊滅もたくさんある。ドキャンでも回せるポジションに持ってこないと。ドキャンでも回して抜けられる体勢取る。アダム・フランシスみたいなのはダメなんだよ。なんで舐めてんだよ、キラーを。常に発電機を触る意識をしない。そうだよな。真ん中上ない。出てない。あそこは見やすいんだわ。そう鳴らしてはいたが、そこまで回せという意味ではない。そうなんだわ。はい、2で回す。救助行かない。回しきってから行く。回しきってから行けよ。
ホワイトはあっちの方に行く。チームプレイ行う。ほら、ダメやな。もうチームプレイ行えない。これ、ノラモブの特徴。チームプレイゼロ。ノラモブ、あ、行ったのか、チームプレイしたのか、ホワイトは。利用してる時間は甘いだ。ゲートに行け。誰か一人抜けるためにやるんだよ。治療なんかしねえからな。舐めてんじゃねえよ。死でやれ。あ、まともな人だったね。あ、これはさすがに治療するわ。さすがにこれは人として治療しないと。なんで俺がゲートサポってて治療しねえんだろうって。99% 止め。しない。絶対開ける。これが、これがヒールじゃん。デッドバランス。この試合でも勝利を貪欲に目指す。どう救うゲームじゃない。求めているのは勝利。アダム・フランシスが願っているんだよ。誰か一人抜けてくれって。だから抜けるんだよ。その思いを。まともなプレイヤーならそう願ってるはず。それも願えないプレイヤーなら俺はもともと抜ける。そんな奴は抜ける。俺は信じてるよ。エースヒロちゃん抜けてくれって、チームのために一生つけてくれって願ってるよ。俺はそう信じてる。俺のはもうマジで名言やな。なんでヒロちゃんはすぐ逃げるんですか。人を救わないのはおかしいだろうってやつに対して反論。釣られてる人は願ってるから。誰か一人抜けてくれって。救助を求めてないから。まともな人は、まともな人はね、他の人に抜けてもらいたいんだよ。チームでやってるんだから。心がまともな人はそうなんだよ。もうまともじゃない人は俺を助けなきゃなんちゃらなんちゃらって言うんだよ。この3人がそんな人には僕は見えないです。まともな人だと思ってます。だから願い叶えるんだよ。抜けてくれっていう願いを。名言です。名言だよね。なんで抜けるんだ。うん、3人の心が聞こえてきてるから。うん、澄み渡ったプレイヤーならば、心が澄み渡ってるプレイヤーは他人に抜けてもらいたいと願ってるから。ナンバーワンの心を持つプレイヤーがいる。そのプレイヤー、その男の名はヒロちゃん。そいつはいつも願ってる。他の人が抜けろと。これはいつも言ってるよ。うん。だから、
まっとうな人間は、人の脱出を願ってる。だから俺は脱出をする。これからも私は文句は言われる覚えはない。この言葉に反論返してからのね、書き込みとか文句言ってくれ。返せないでしょ？うん。心がね、汚れてるプレイヤーだったら、もともと救わないし、まっとうなプレイヤーだったら、その言葉通り抜けるから、どっちにしろも抜け一択なんだよ。うん。これからも変わりません。これがヒロちゃん。名言だよね、でもね。俺が言ってるの、マジで名言よ。